幹部たちの思惑が渦巻く中、新選組で龍馬は一人覆面の男の手がかりを探す。今回は中岡慎太郎の声だねこれ。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。また自分のこと言ってるよナレーションで。数少ない協力者を得た龍馬、しかし土佐藩の大殿山内陽道が土佐に戻ったことを知る。そして時同じくして竹地半平太に土佐帰還命令が下る。土佐に不穏な気配を感じながらも龍馬は再び覆面の男を追い始める。いやでもやっとこの章から新選組の任務とかつけるから、まあようやくだね。第5章鉄の掟、極中法度のことかな。回復切れるかな、とうとう。あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいことなもんですな。ちゃんと面と向かってディスるのはまあ、けど OK ですね。肝心なものを忘れてへん。さあ、おりょうちゃん。これはいやなんかめっちゃゾクゾクしてるわ俺。うわー、三番隊誠の旗印よ。お前が裾を直してくれたのか。気にせんといて、ちゃんとお代はいただくさかいね、おかみさん。せやね、斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。任せろ、おとせちゃん。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。お前が金に。そろそろ出なあきまへんな。金のこと言うな、お前が。ああ、行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。俺は別邸に帰りたいんだけど、はるかちゃんの別邸で飯と風呂食いてえんだけど。わあすげえ、三番隊隊長の羽織だ。今日は東堂から任務の説明を受けるんだったな。あ、なんかそういえばそんなこと言ってたね。トンショへ行こう。かっけえなー、この桐生さんっぽい羽織の、羽織というか袴の上に三番隊隊長服着るんだね。箔が出るな。なんかでも街の人からすんごい急に嫌な目を向けられてる気がする。あるいは無視されてる気がする。なんかそんな気がしない。すごく見られてるかすごく無視されてるかの二択な気がするんだけど今。あ、すいません。あ、ごめんなさい。はい、あ、申し訳ないです、見ないで。はい、すいません。はい、なんかでもおりょうちゃんがさ、なんかこういろんな気持ちをこうなんかねあるとは思うんだけど、でも納得して羽織のね裾直してくれたの嬉しいな。お代とか取るよとか言っときながら無料なんだろうな寺田屋では。いやーなんかいいな寺田屋も。まあ俺は別邸に帰りたいんだけど。じゃあもうトンション向かって、違う、こっちだな。あ、ここの移動な結構難しいんだよな。まあカゴ乗ってもさ、この辺に、ああでもこれこっから方が近いか。ああじゃあトンショ向かってちょっといろいろね、新人隊長の説明受けさせてもらおうかな。いやいやいや、お前ら羽織見ろ、もうさすがに。さすがにこれまでとは違うぞ、街中で喧嘩売ってくるやつの。これまでは分かったわ。まだ羽織見やがれ、お前らバカか。さすがになんで何も見ない、さすがにやべえだろ3番隊隊長に喧嘩売んのは。いやーほんとちょっとね、喧嘩売る人考えた方がいいよ。さすがにだってな、新選組の羽織ってたら絡まれにくくなるとかあってほしかったけどな。バンバン来るね全然。
と楽ないだな。ここに向かいましょう。はい、到着。いやー、なんか銀龍道場とかも行ったな。強化しねえといけねえんだけど、レベルがな、まだあんまり、どうなんだろう、今この第5章でレベル27ぐらいなんだけど、どんな感じなんだろうな。一応まあ雑魚戦はやってるつもりなんだけどね、めんどくさがらずに。まあまあ、またどっかで行き詰まればやればいいかな。てかあれだね、普通にこの身分にかご屋さんいたから、こっちに直接来てもうん、よかったね。なんか全然見えてなかったけど、お久しぶりです。ちょっと一日経っちゃったけど、お久しぶりです。お前ら隊長だぞ、挨拶しろ。隊長としてこないだとは全然違う待遇でちょっと挨拶してほしいな。チッス、隊長さん、お羽織バッチリ決まってるじゃないですか。隊長の仕事を一通り教わるんだったな。はい、じゃあ早速始めますか。ああ、頼む。東堂の羽織、まずは豚所内を案内します。ちょっとついてきて。おしゃれだね、なんか花柄で。どうやってついていくんだったっけ。あ、これか。あれ、何も話してくれない。土佐で竹地とこうやって歩いた時はなんか話してくれたんだけど、え、ないの。え、なんもないんだ。もうじゃあ先にちょっと行くよ、俺も先行っちゃうよ。目的地は、うわー、これ本当についていかないとダメなパターンだ。あの東堂さん、いや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 、口下手か東堂は。ちょっとくらいなんかあるでしょう。もう昨日ここには来ましたよね。タイの大事な会議とかはここですね。ああ、幹部会ね。それでは次の場所に案内します。わかった。ここの案内いる？東堂さん、ちょっとあれ取ってこよう。ここの案内いる？俺大体結構ね歩いてるから大体分かっちゃうよ、東堂さん。これちょっとさすがにカットかもしれない。さすがにカットかもしれない。何も喋らないもん、東堂さん。俺が3番隊隊長やで。みんな知ってるか、下級大使ども。隊長やで。ちょっと東堂さん、俺だけじゃ尺持たんよ。あ、ここか。ここは土蔵ですね。でも蔵としてだけじゃなくて、まあいろいろ使わせてもらってます。これやってんな、土方。さあ次に行きましょう。土方やってんな。まあな、手術でも前も言ったかもしんないけど、このなんか土蔵って新選組の中では拷問部屋として使われたりするから、なんかその描写もあるのかな。東堂が今わざわざ言ったってことは。いやー、なんか東堂靴下履いてんな。こっちは裸足で。これ季節いつだっけ、夏ぐらいか。あ、ここ俺の部屋。ここには各隊長の部屋があります。あ、各隊長の部屋なんだ。もう案内されたそうですが、斉藤さんの部屋もここですね。身支度したい時や休憩を取りたい時に使ってください。では次に行きましょうか。ああ、いや、なんか各隊長こんな隣同士なんだ、なんかむさ苦しいな。朝起きてあいつらの顔見んの嫌なんだけど。結構斉藤さんはまだ聞いていないと思いますが、ここ何なんだろうね。山上さんの3番隊には普段の京都の治安維持以外にある任務が与えられていたんです。ほう。山上さんの後釜の斉藤さんにもその任務を引き継いでもらいます。詳しいことはそこの受付にいる担当者に聞いてください。斉藤さんが来ることは伝えてありますから。それじゃまた後で。ああ、じゃああいつに話しかけんのがまあ流れなのかな。他のとこ行けないのか。はい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 。いや、なんかね、山並さんがやってたからって言ってちょっと新人隊長に引き継ぐにはなんか重そうな任務だけどね、これ。
あなたが新しく3番隊の隊長になれた斉藤さんですか。さすが隊長になられるだけあって、なかなかいい面構えでいらっしゃる。そんなこと隊長に言う？そんな上から目線ある？私は3番隊の任務補佐をさせていただいております、菅野万太郎と申します。関野かな。よろしくお願いいたします、隊長。それでは早速ですが、具体的な仕事内容を説明させていただきます。これはなんだ、メインかな。明らかにサブ、明らかにサブ感あるな。これから3番隊の任務に関するご説明をさせていただきますので、よく聞いておいてください。なお、これからご説明させていただくことはメニューの遊び方からご確認いただけます。すげえ、ツッコミお借りするけど、ボラギノールの CM みたい。この右のやつ、ボラギノールの CM。 霜降り明星のツッコミお借りするけど、めちゃめちゃこの一個ずつ動くやつ。他にもなんかあっただろう。我々3番隊は新選組がご公儀から仰せつかった極秘任務を遂行しております。主な内容は、京を外れの洞窟を根城としている盗賊退治であり、京都の治安維持を担う大切なお役目です。それでは具体的な任務内容を説明させていただきます。これ結構長くなりそうだな。隊長には先ほど申し上げた盗賊の洞窟に打ち入っていただきたいのです。3番隊隊長になられるほどですから、当然腕に自信をお持ちかと思います。しかし前任の山野井隊長も苦労されていた危険な任務ですので、3番隊の隊士たちの力も借りた方が賢明かと思われます。ほら、ボラギノールだと言っても、極秘任務のため大勢で一気に退治するような派手な動きはできず、隊長含め最大5人でしか洞窟に行けません。なんかバトルはバトルなんだな、きっと。さらにはかつて200人ほどを数えた3番隊も、強敵が待ち受ける洞窟、深部に進むにつれて被害者が続々と増えていった結果、現在隊長と一緒に洞窟へ行ける隊士は6人しかいないの、3番隊今。これはちょっと土方近藤新選組全体の問題では、なんで3番隊だけそんな苦しい任務与えてるん。山並みを追い出したかったためなのかもしんないけど、6人はちょっと他の仕事がままならんよ。そのうちの1人を紹介いたします。これは分担しようぜ、ちょっと。あ、またボラギノール。成田くん、何よりございましょうか。すんごい戦闘態勢だけど喋れる、その態勢で。こちらが斉藤隊長だ。お前も話ぐらいは聞いているだろう。あ、はじめまして、斉藤隊長。3番隊の成田五郎と申します。以後お見知りください。なんかカードタイプで進んでくんだな。3番隊の任務では大使はカードとして隊長に同行します。カードとして、急にシステマティックな説明してくる。大使を連れていけるのは3番隊の任務のみで、同行人数は最大4人となりますが、大使たちは斉藤隊長を強力に援護してくれます。大使はそれぞれ大使能力と呼ばれる特殊な能力を持っており、能力を発動させることで隊長を援護、隊長自身が強くなります。長いな説明、この辺ちょっと飛ばしていいかな。ちょっと読ませていただこう。いや、なんか大使一覧っていうチュートリアルまで来たんだけど、 DLC で入ったやべえやつらがなんかいるわ。品田、そっか、品田も手に入れてたね。神田3番隊やだよ、俺あんなやつ抱えるのやだよ。使用中、今はあんま変えられないのかな。はいはい、校長に成田くんを。成田くん弱そうだな。よし、じゃあ実際にちょっと戦っていくとこだけお見せしようかな。こんな感じで多分サブ要素ではあるんだけど、どう、随伴大使か。獅子の恩恵。なんかね、いろんな能力があるから、それが斉藤さんに追加されるんだ。あ、体力にバフがつくんだ。大使の能力は、上の図の充填ゲージが満タンになると、L2 方向機で使用できます。なるほど。達人昇格すると連達。とりあえずやろうかな。
耐震能力こうか衛生兵急に自動回復まだいらないんだけど、バフついてる状態だから。なるほどな。大使に任せてみようかな。 OK、 まあ実際に戦ってこう、まあ、普通に戦闘でいいんだよねこれ。あ、なんかでも雑魚敵めっちゃバンバン切れる。え、これはあれかな、山内とか誰か知らないけど村山っていうやつのバフのおかげでめっちゃ強いわ。攻撃力上がってるもんね。半端ねえ武器持ってるぐらいスイスイ進める。仕掛け、あーなんか迷路みたいになってんのかな。よいしょ。1回のダンジョンどれぐらいなんだろうなこれ。あーでもなんかちょっと強くなってる。これなんか意味あんのか。爆弾とか全然全然切れないあれを。あ、そっか、攻撃力のバフがもう今切れてるんだな。ここで素材とか手に入れられるんだ。あー、なるほど、ここでそういうの手に入れて鍛冶屋とかで活用していくっていう方法があるんだな。いやー、なんかダンジョンの最後のボス今倒したところなんだけど、あ、これ最後じゃないもしかして。あ、いや、これカットしてるから一瞬かもしんないけど10分ぐらいやってるこれめちゃめちゃ時間かかるわ。これは確実に動画外、いや動画外でもちょっとできないかもしんないな。まあだいぶ説明とかいろいろ端折ったんだけど、まあカードになってる大使がまあダンジョン進みながらはじめさんを助けてくれていくって感じの、まあサブ要素になるかな。まあなんかカードの収集要素とかもまああるっちゃあるっぽいけど、あ、なんか俺変なとこ押しちゃったかもどうやら無事に野党を倒したようですね。ですが先に進むともっと強い輩からゴロゴロしているので決して油断を触れないようにお願いします。わからないことがあったらメニューの遊び方から。はい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 。いや、これはちょっと動画外でもちゃんとできるかわかんないな。時間がかかりすぎる気がするこれは。あと大使の補充についてですが、極秘任務に従事する大使を新選組で集めるのはいささか問題がございまして。いや、だからこれはもう新選組の問題では。本当になんでそんな3番隊がこんな苦労してんの。大使の補充は隊長ご自身で行っていただきたいのですいや、なんで俺が集めるのか。はい、その通りです。町にいる力を持て余した若者を連れてきてもいいですし、資金を工夫していただければ、私が探してくることも可能です。工面か。なるほど。あと特殊な例で言いますと、ヤノマネ隊長の時に脱走した大使を連れ戻してきたこともありましたね。確かムクロ街に住んでいたところを拾ってきたと記憶しています。ムクロ街から連れ戻してきたのか。ヤマナミ隊長ってのも既読な人だったんだな。まあ最後の頃は野党に手を焼いていて慢性的な人材不足でしたから、まあこちらは副長にも秘密で。なんで絶対新選組全体の問題だわこれ。むしろこの任務やめない3番隊が苦しんでるだけなんだけど、これ土方のいじめだわ本当に。ちょっと土方に言ってこれちょっとやめさせてもらおう。山並さんをいじめるためだけの任務だったらさ、やめないこれ。結構辛いものがあるよはじめさんに。とこんなとこですかね。こんなとこじゃねえよお前。やめさせろこんな任務。時間も時間ですし、今日はもう上がっちゃっていいですか。あ、本当。じゃあお疲れ様です。何にもやってないけど、はい、あーもう今日一日終わっちゃったんだ。洞窟に入ってたけど終わっちゃったな。なんか日も暮れた。寺田屋に戻るか帰るか。あーまあなんか実質でいてもいいけどね。やっぱはじめさんのホームはおりょうちゃんがいる。
ね、寺な、寺田屋なんだな。なんやかんやお嬢ちゃんのことをね、気にかけてるんだろうね。じゃあ寺田屋に戻ろうか。あ、斉藤殿、お前はなんだ、今寺田屋に戻ろうかなって丁寧なふりして別宅に戻るっていうギャグやろうと思ったのにちょっとなんか間があったでしょ。あれ別宅行こうかなって思ってたのに。八番隊東堂隊長の配下のものです。そうか、それで何のようだ。東堂隊長から脱走大使についてお話はありましたか。脱走大使、脱走、いや聞いてない。やっぱり全くあの方は先日山並殿の脱走騒ぎに乗じて3番隊の大使が一人隊から脱走したんです。3番隊、俺の隊か。ちょ、3番隊なんか問題ばっかりだな。はい、脱走大使は秋元。おや、これはシリーズやってるとおやって思っちゃう名前ですね。でもメインストーリーに絡んでくんのかあいつ。今もなお逃走中、秋元の行方は組の調査部隊が追っています。ついては居場所がつかみ次第、隊長である斉藤殿が捕獲するよう副長から指示が出ております。なんで斉藤殿なんだよ別に3番隊でももうちょっと有力な幹部いるでしょう。隊長自ら全3番隊隊長からの引き継ぎ業務ってわけか。はい、ということを東堂隊長がお伝えするはずだったんですが、お恥ずかしいです。わかった、脱走大使の秋元だな、覚えておく。よろしくお願いいたします。では。いやー、なんかね、秋元っていうと、まあ、ナンバリングタイトルでは、あー、秋元カップルっていう、もう俺が毎回ちゃんと見てきた、もうなんか人生波乱万丈みたいなカップがいるんだけど、そいつらのことからちょっと気になるな。これは見に行きたいな、あいつらおもろいからちょっと秋元には申し訳ないけど、ハードル上げさせてもろて会いに行こうかな。なんかマップにさ、秋元の、まあ、脱走大使かの情報あるかなって思ったんだけど、今メインはやっぱ寺田屋に戻ることなんだね。じゃあ戻ろうか。なんか別に見つけなくてもいいのかな、普通に寺田へ戻って進められる。あ、ちょっと待って、こいつはな、なんか貴重な品物持ってるやつなんだよね。よろずや、この神木の木切れかとか。あー、でもなんかでも意外と持ってんな俺。一応金あるし、なんかキリー数字まで買いたいな。4、3、ちょっとこれ癖が出てるな、性格の癖が出てるちょっと切りいいところまで買いたいっていう。ベース。あー、でもなんか得入ったし。あー、またこれ籠屋さんがいなくなってんな。もう籠屋がいなくなると大抵ここなんだよなここで絶対なんか起こるでしょう。寺田屋行くのにはそうしないといけないもんな。あー、でもなんかそっか、ムクロがいっ、まあそっか、ムクロ街通っても多分ここの船とかが使えなくなってるんだろうね。じゃあまた徒歩で戻りますか、寺田屋に。絶対なんかあるけどね。さあ、魔の絶対に通ってはいけない道に来てしまったよ俺やっぱりだろうな。いやー、当時の京都ってこんな感じだったんだろうな。生活に苦しい人はこんな感じだったんだな。私ですよ。おい、もしかしてこの声やつか。誰だ。おっと、失礼しました。お話しするのはこれが初めてでしたねははははは。新選組監察の山崎と申します。山崎、よろしくお願いします。3番隊隊長殿。お前人生に何があった。勤務だったかな、山崎勤務だったかな。観察、新選組の中でも情報収集や偵察に特化した部隊です。だからこの手の変装はお手の物というわけです。
あなたをお待ちしていました。ここは寺田屋へ帰るには必ず通る道ですから。ああ、やっぱ分かって待ってたんだ。俺のこともそれくらいは調べがついてるってわけか。そういうことです。これからはくれぐれも行いにはお気をつけください。いや、ほんと顔面バイオハザードなんだよ。竜が如く5でひたすら言ったけど、どこで誰が見ているかわかりませんから。いや、ちょっと山崎には気をつけねえといけねえな、これ。それでなんでこんなところに。東堂さんから話は聞かれていますね。三番隊の脱走大使の件です。ああ、その情報脱走大使くれんのか。ああ、確か秋元って男だったな。そうです。その秋元の居場所がつかめました。奴を捕らえるのは斉藤さんに一任されているかと。ああ、そう聞いている。で、秋元ってのはどこだ。祇園の日向屋という店です。祇園か。のんきに馴染みの女と飲んでいるよ。馴染みの女、怪しいな。愚かなやつです。大方今日から逃げ出す前の思い出作りといったところでしょう。なるほどな。わかった、すぐ向かう。初の任務ですから、くれぐれもご注意を。では失礼いたします。いやー、ちょっとこいつには気をつけねえと。ねえ、坂本龍馬っていう素性がこれバレちゃうんじゃないか、山崎。まあ、あの山崎ってね、別にゲームの中の、特別キャラじゃなくて、実際観察型っていうのが新選組にもあって、そこのまあ有名なやつが山崎なんだけど、めちゃめちゃ似合ってたなあいつ。あれはまあ龍が如く5のもう顔面バイオハザードと俺が言ってた釘原っていうやつなんだけど似合いすぎだろあいつ。なんであんな似合ってんの。脱走大使の秋元か、祇園の日向屋だったな。向かうとするか。ああ、じゃあこれ目的地が変わったんだな。じゃあもう完全にあいつに会うための寺田屋に行けっていう、そっか、メインミッションだったんだね。で、祇園はここか。そうだな、どうしよっかな。今時間的にどういう感じだろう。まあ、あの洞窟入ったせいでさ、録画時間が全然わかんないんだけどまあどうしよっかな。まあもしかしたら動画時間短いと思うけど、まあ多分その秋元とか行ったらまた長くなりそうなんで、今回この辺にしたいと、思います。まあようやくね、第5章から3番隊隊長の隊服も、いや、かっこいいな。ちゃんとかっこいいわ。まあ、切れたので、次回から初任務をやって、まあ、また新選組の中に潜り込んで情報収集していきたいと思います。はい、というわけで次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。